こんにちは、丸山です。僕たちの NPO 法人が北杜市の高根清里小学校を丸ごと校舎も体育館もグラウンドも10年契約で借りることができました。その施設を使ってどんなことをやるかということを今頭の中を整理しようと思ってこんな動画を作っています。その中の結構大きい柱としてこのメモリアルレポジトリというのを今考えているんです。事業計画としてももちろん出しました。ここの、ね、サブタイトルじゃないですけど、分かりやすく日本語で言うと思い出保管庫というのを作りたいと思っています。よくね、今インターネット上でこう箱に入れてお家の中すっきり整理みたいなサービスがあるかと思います。でこんな箱にね、いわゆるボックス収納サービスと、そんなに変わりないです。この一つの箱の中に、ちょっとね、ポイントは何でもかんでも預かるんじゃなくて、例えば家族のアルバムとか、写真のね、こうフレームの額に入ったやつとか、アクリルのこうスタンプに入ったやつとか、それからビデオテープ。運動会とか結婚式とか撮っちゃったんだけど見る機会もないし、でも捨てるわけにはいかないしみたいなビデオテープ、それから、カセットテープ、なんかやたらといろんな音楽撮ったんだけど、捨てりゃいいのにねっていう何となく捨てられない。こんなものをですね、こういう箱の中にポイ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 入れてもらって預かろうか。一つはこれは、家族の思い出、曲ですよね。そういったメモリアルをメモリーをね預かろうということで、保管するということでメモリアルレポジトリという名前をつけてます。で、この箱も当初はちょっと普通の段ボールじゃねえんだなっていうのがまず最初はありました。で、バンカーズボックス、よく703とか4とかついてるバンカーズボックスにのイメージを持ってるんですけど、今新しく始めるにあたってちゃんとしたこういうなので国立公文書館とか国会図書館とかそういういわゆる資料保存の専門のねちゃんとした紙が酸化しないようにするための保存箱というのがあります。そういった資料保存専門 その国立公文書館でも使っているような、専用の資料保存箱に入れとくにしようかなと今ちょっと思ってるんですけど、基本的にはバンカーズボックス以上のクオリティのものを考えています。で、こんなものを保存する。で、基本的には1箱1ヶ月いくら、とりあえず4日、ちょっと高いなって、消費税も 10% になっちゃったんでね、ちょっと高いなって気がするんですが、これでもう消費税入れて、1000円と移り替えて、で、それを預かるようなサービスを今考えています。高めなのはさっき言ったように、その箱がね、ただの段ボール箱ではなくて、本当に国立公文書館とか国会図書館とかそういった、重要な貴重な資料を扱う保存箱と同じクオリティのものをしたいなと今思っているので、こんなに考えています。で、こういう基本的には家族や個人との記憶に関わるもの、ただね、どうしてもっていう人がいたらしょうがないんですけど、この例えばこのハンカチはあの人との思い出なのみたいなものもあってもそれは構わないんですけどね、基本的にはこんなふうなものです。で、これなんでこれを思ったかっていうと、実は東日本大震災が大きいんですよ。あの影響は実は大きくて、このメモリアルレポジトリというコンセプトはですね、
震災の後に、まあ、自衛隊とか警察とか消防とか、災害ボランティアさんがいわゆるその、まあ、流されてしまった家屋の瓦礫を集めていたんですが、その中で、家族のアルバム、写真の類、それとご遺灰ですよね、ご遺灰、遺灰は瓦礫とは別に集めるっていうことをやりました。で、東北地方の各地でその特に写真はその津波で汚れた写真をきれいに洗ってで乾かしてでその元の持ち主に返そうっていう取り組みが東北その各地で行われてたことをご知ってます。で、まあ、当そのまあね、震災後の前からデジタルアーカイブだなんだって言ってはいましたけども、汚れてしまってからデジタル化、まあ、もちろんするんでしょ、するんですけど、できればそうやって災害に被災する前の資料をきちんとデジタル化しておけばいいのになって今でも思ってます。ただ現状今でも思ってるんですが、現状じゃあ自分の写真の全部がデジタル化してるかっていうと実はできてません、僕自身も。なので普通の方が自分の家族のアルバムとかをデジタル化して、まあ、その災害に対して、まあ対応するという備えるということが口では分かっててもなかなかできないっていうのも実情なんですよね。で、その東日本大震災のような大きな地震がありました。で、今でも30年以内に 70% で首都直下型地震、30年以内に 80% の確率で南海トラフ地震っていうことが言われている中でも、こうしたものに対する記憶ですが、家族の記憶、人の記憶、もっと言えばこれ生きた証みたいなものですよね。生きてきた証、それがもうほとんど瞬間的に失われてしまうんですよね。で、これが大きな地震だけではなくて、もうご存知のように、まあ、去年も今年もそうでしたけど、突然巨大な台風がやってきて、堤防が川が決壊してあっという間に水浸しになって家が壊れてしまう、あるいは台風の雨風にさらされてしまう。今回特に2019年の台風19号ですが、千葉県でも大きな被害が出ました。まあ、そういうことを考えると、そしてしかもこれですね、この、生きた証、家族の思い出があるないで生き残った人たちが未来へのなんていうの、復興の希望になるの力になっていくんですよ。なんていうのかな、こう全く何もなくなってしまう、でもたった一枚家族の写真が残っているだけでもその復興の未来への希望につながっていくことがある。そうやって思うと、この家族の記憶、思い出、人の記憶、生きた証としてのメモリアルなものを保存しておく何か仕組みが必要だなというのを実は思っています。で、メモリアルレポジトリ、こういった箱の中に一時とりあえず避難させるというイメージでもいいです。で、清里、北斗市、特に高根町清里に関しては、比較的というかこれまで大きな災害を実は受けていません。地震の時も大丈夫でしたし、台風の時も大丈夫でした。もちろん雪が多いというのはあるんですが、実は八ヶ岳の南斜面なので雪が降ったとしても結構早い段階で溶けてしまいます。なので、まあ、それほど大きな災害に遭う場所ではないですね。なのでそこに、とりあえずこういう避難させておく、もちろん自分の家がそういった災害に遭うということは考えにくいかもしれないんですが、こういった家族の思い出を大切にする人であれば一旦安全な場所に避難させようと。で、避難させた上で少しずつでもいいからデジタル化していこうよっていうことの気持ちが生まれてくれるといいかなと思っています。メモリアルレポジトリ、思い出保管庫、八ヶ岳コモンズにとっての、まあ、その思い出を大切にする場所、保管庫で、まあ、いずれこれを少しずつでもいいのでデジタル化をすれば自分の手元でスマホで見ることができる、まあ、そんなものを作っていきたいなと今考えています。八ヶ岳コモンズ、このメモリアルレポジトリに関しては実は教室3つ分今考えています。まあ、金額がこのぐらいなのである意味、まあ、財政基盤を作るというのも一つです。なのでこのメモリアルレポジトリ事業として何とか成功させたいなと今考えています。